第39期放線 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説には今野慎太郎プロ、ナビゲーターには阿久津翔太プロにお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第39期放線 A1 リーグ第12節 B 卓3回戦東杯の開始です。立会人藤原貴弘の合図で3回戦開始となりました。3回戦はちいちゃから藤崎、杉浦、勝又、近藤という並びです。トン一局ドラは数万。さあ2回戦を終えて、まあ、近藤が非常に苦しい展開となっております。そうですね、はい、3人プラス、うん、で勝又さんも、はい、まあ、2回ね浮きで回ってるのでいいんですけど、まあ、どっちか捕まえたいところですね。藤崎さんか杉浦さんを、ね、藤崎も浮いてきてますからね。このまま行くと勝又は最終節の A 卓での対局となってしまいます。一番最初ってことですね、はい、一番下位卓ってことになりますね。さあ藤崎が初の一泣き、一泣き本一まっしぐら、本一ですね。ドラは数万、一応いいシャンテンですけどね、はい、もう藤崎さんの中では3シャンテンと同じだと思います、うん、あ3万引いて一旦テンパイ取る、一旦テンパイですね。マンズ引くか上がりが先か、はい、マンズは全部外しますか。外すと思いますけどね。ああ先に上がりがありましたか、はい、勝又から打たれました。初ドラ1 2900、 電光石火の2900、電光石火って言いたかったんですか。いやいやいや、はい、ちょっとレパートリーを増やそうかなと思いました。はい、4文字熟を知ってるのを見せたかったんですかね。4文字熟はちょっとね照れるんですよね、言った後にね。阿久津さん、うーん、ちょっとなんかうまい四字熟語とか使いたいですよね。東西南北とか、東西南北ね。さあ藤崎の上がりで連チャンです。ゆうさんがねよく使うんで、滑る時もあるんでね、使いどころが難しいですよね。4文字熟語は諸刃の剣ですね。はい、本当にそうです。しれっと使わないと、そうそうそう、なんかドヤーみたいに使うとちょっと恥ずかしいことが起こるんで、はい、今軽く入れてみたら見つかっちゃったりする、ね、ちょっと逮捕されかかったんで気をつけないといけないんですけれども、今回は近藤がいいですよ。近藤さんの方、なんとかしたいですね。はい、現実的なラインで、勝又さんもこのぐらいまでにしておけば、はい、しておいてあと2連勝とかして、うん、最終節なんとか50、60の差でって感じですかね。そうですね、50、60の差は結構変わりますからね、はい、近藤さんの立場だと2人抜かないといけないんで、はい、古川は対局を残しておりますこの12節。開陣でいくと古川、黒沢がまだ対局残っています。さあ来ましたよ、近藤いいシャンテン。そうですね、前田さんと広芝さんは、はい、ボーダーがはっきりね、吉田さんの 91.5 ってのが見えての対局ですからね、そこまで暴れてはこなそうなので、はい、むしろ古川さん暴れ頃になるんじゃないですか。そうですよね、古川はもう崖っぷちですから、はい、古川さんが暴れて広芝さんと前田さんが受けて立つみたいな対局になりそうなんで、なんとか近藤さんね今日はポイント回復したいですよね。そうなんですよ、しておきたいところです。さあ親番の藤崎がいい、リャンシャンテン、ドラが重なりました。杉浦、そして両面両面のいいシャンテンは今度リャンウッパーピンに受け、さあパーマンを引いてここはドラを残していきます。シャアの統一落としです。杉浦いいシャンテン、ただ一数ピン振り手なんですね。あら本当だ、
ピーを切っています。阿久津さん今狙ってましたね。いやもういつ言おうか考えてました。はい、いやー来ました来ました。1点いいスピン振り点なんで、もうこれ数ピンは喜んでチーしたいところなんですが、残った形はどうでしょうか。藤崎さん数ピン切ってくれないですね。切ってくれない、欲しい。これでリャンピンですか。リャンゾーの方、リャンソー。うわー引き戻した、引き戻したけど役なしは闇点です。両面変化を待つ、もしくは単葉の変化を待つ。リャンピン、さっきリャンゾー切ったの三蔵二枚切れだったんですね。あなるほど、はい、3万直接積もりました。杉浦の上がりです。積もドラドラ1000、2000は1100、2100、もうなんか一番いい上がりですよね、はい、あの杉浦さんの立場からしたら変にこねることもなく ですね、すんなり上がれるっていうのは、振り点も簡単に引くし、はい、今日は杉浦非常にいいですね。ん？非常にいい感じですね杉浦は。あれ、いや調子はいいと思いますけど、はい、はい、いいですよね、はい、ちょっとあの藤崎さんに数走で最初の8000点打った時はちょっとまずいかもって思ったかもしれないですけど、思いましたよね、はい、そこからしっかり回復しましたね、はい、やっぱりハネマンが大きかったですよね。2回戦の単品3色をリーチ打ってと、はい、さあこの戦2戦は上がって親番を迎えます。杉浦ドラはチーマン、トラターツがあります、メンツありません。で勝又マンズは三面ちゃん、そうで両面もある。今度は上の三色か、藤崎も上の三色、初が重なりました。杉浦さんはねどうしてくんでしょうかね。はい、アリハするか、1枚目はする、あんまり積極的に親番はやらないのかな、で、曲回しに専念して、はい、もちろんね高い手入れば上がりいくんでしょうけど、うん、なんか曲回しに重きを置きそうな感じになってきましたね。現状マイナス20ポイントほどですからね、はい、ここも浮きで終われることができれば、はい、相当安泰なポジションにはいきます。杉浦9ピンがあんこ、今度いいシャンテンドラドラ、はい、チュンのポンテンドラドラ5200なら、まあ、2枚目ですからね、チュンが勝又が持ってます。ここでいいタイミングで出ます。チュンポンして甘老荘を3枚ありますね。でもここではい、例えば近藤さんが上がると、はい、勝松さんはちょっと嫌な空気出てきますよね。うん、近藤もねこれ高い回数がちょっと分かりづらいですよね、2枚目なんで。分かりづらいですね、分かりづらいし、スピード感もちょっと分かんないですね、はい、テンパしてるかどうかも、はい、怪しいところではあります。2枚目だから泣いたのかもしれないし、うんうん、例えばねトイトイとかつけるために泣いたのかもしれないし、はい、ちょっといろんなパターンがあるので絞れないっすね、うんうん、そうだ打たれません。阿久津さんこれ近藤の手配ですけど、はい、パーソーをチーしようとしているようにも見えますか。チーしそうですよね。チーしますかね。パーソーチーすることができれば6球層に変わるという手配です。こちらの並べ方にしております。これはパーソーチーして嘘を切ろうかというような、あーローソーだ、これは球層の方と入れ替える。これで球層が自身の目から3枚見えたんで、はい、パーソーチーするはちょっと薄くなったかもしれないですね。1枚のためにチーをするかどうかですよね。あのチーしなければ数層引きの両面変化残りますもんね。はい、確かに。さあ藤崎イシャンテン、太陽のイシャンテンです。
そう、あと1枚になってしまったね。テンパイの時は3枚あったんですけどね。ここはつむぎり、あー急走急走が3枚目が当たります。見えて全部見えちゃいましたね、はい。勝俣さんの老僧がちょっと危ないですね。チーソーが入った場合3と6どっちを切るか、ね、サブロック9番が入ってもなんかいろんな選択がありそうですよ、うん、チーソーはそうか、チーソーは山にないのか。勝俣さんあれですね、ペイがないんですね。ペイがない、なるほど。あ、サブロック9番引いた、これはこれはカンチャンにするじゃないですか。となると3か6を選びそうだぞ。ペイが目に見えてないんでってことですね。はい、急走はローンされないですから、サブロー走で当たるなら一緒となれば6の方が選ばれる。これがカンチャンにローン、しかもドラガジャンとキューピンガンコ、チュンドラドラ5200。難しい読みでしたね今のは。近藤のスピードと打点と、あの近藤さんがねちょっと分からないっていうのが一番なんですけど、はい、あの最初のね、日給といい、そうですね、多分予期してないところでの報酬だと思うんで、はい、ちょっと嫌な展開、ね、嫌な展開ですね。さあ、ハイパイは悪くないか。ドラマチーソー、あの正直勝俣さん、近藤さんはあんまりもう気にしてないと思うんですよね。だから藤崎さん杉浦さんから離されるのが嫌な感じじゃないですかね。いいぞ、勝俣がこの位置にいるっていうのは非常にね、珍しいです、近年珍しい、 珍しいです、はい、にはなっております。長いことやっていれば当然こういう年もそうですね、ありますからね。だからアラさんは A1 落ちるまでね30年間ぐらいね、はい、ずっと守り続けてて、ピンチも何回もあったんですけど、はい、守り続けてたんですけど、そうですね、はい、だそういう意味瀬戸駒さんもね貢献していたんですけど、はい、ですよ、去年誰かと一緒にね誰かと一緒に、はい、ちょっと、はい、どなたかと一緒に、でも今季はね、はい、もう一気で復活をねしそうですね、はい、瀬戸駒は勢いですけどね、うん、誰かが残留目指してますけどねはい、はいはい、そうですね、頑張りましょう。いや、古田さんお互い、はい、はい、そうですね、お互い頑張りましょう。アタリアンシャンテン、杉浦さんもこれはポンテン取って、はいはい、次って感じですかね。一曲旬をポンすればスッチーピンのテンパイ、はい、あのポンテンなら取ると思いますけどね、さらに受け入れ広がりました、はい、もう本一までは必要ないと、うん、さらにソーズ引いたら、はい、さすがにって感じですけど、でもどうだろうな、ウーソーとか三ソー、まあ、三ソーも転売ですもんね。ウーソー引いてもなんかチュンチュンになりそうですけどね、うーん、ピーフでチュンは近藤が1枚持っています。リサキもいいシャンテン、杉浦さん目に見えてサブロー層4枚目、しかも3層が3枚目になって、はい、もう次ぐらいでも数層切りそうですよね。なんか安全牌持ってきてます、確かに。でポン点のみと、うん、ポンできないなら降りちゃうよみたいな、はい、さあ藤崎もポン点が取れる形、同じような形ですね、はい、そうですね、ああ、はい、ここで言ったように安全牌と切り替えていく。中央はまだ出ません。
きは馬角つもぎり。さあ勝又イシャンテン天敗リーチに行く。すごい捨て牌だぞ。輪蔵1枚も切っていない。山に3枚ですか。3枚ローピン2枚キューピン1枚、これはやめだ。3ピンは厳しい。いやちょっと対抗できそうにないですね。あだからそこも込みですよね、対抗できる人いないですよね。はい、オーローピンの方です。赤妻田のつも上がりリーチつもで1000オール反撃開始ですね。まずはつも上がって連チャンです。状況的に藤崎さんと杉浦さんは、はい、まあ、押し返しは相当してこないだろうと。まあ、来るとしたら近藤さんですけど、はい、まあ、それぐらいのリスクはね、当然ということですよね。はい、さあ勝又連チャンとなります。この3局1本がドラはチーピン、まず悪くないですね。ドラターツがあります。はい、近藤さんも悪くはない、一メンツある、悪くない。あらららら、3色まである。杉浦は悪いぞ。そうですね、一番。ただ杉浦さんはもうゆっくり、先が大チャンス。そうですね、近藤も2差しが見えてきた。わあ、換算マンズバット入ってポゼンシン2面詰めが完成です。キューピン一応残していきます。ドラのチーピン受けができた。ユーラさん6、7、8、7、8、9になった時だけちょっとだけ頑張りますか、みたいな感じですかね。そういう手組みに見えますね。パーピンを今1枚外していきました。こちらの杉浦の手牌、だいぶ時間はかかりそうですからね。はい、そうですね。なのでまあ基本的には受けですけどね。勝又さんはまっすぐいい射点です。ベンチソリーチも辞さぬですかね、勝又さんは。もちろんね、マンズ変化して7、8、9になった、はい、なりたい、したいとこですけどね。先ローマン引いたらベンチソでリーチでも、はい、自殺じゃないですかね。チーソー引いたらウーワン切って外しますか、それとも一旦取りますか。勝又さんのイメージは一旦外すイメージ、まあ、順目によるけど外すイメージで、イーペーコか3色か、はい、そんなイメージありますよね。ただ状況込みだとリーチもなくはないぐらいですか。取ってリーチまで、あ、ちょっと引きましたよ。取らず、やっぱこれはイメージ通り、これ7巡目っていうのも大きいんじゃないですかね。はい、順目が浅い段階だったんで、9万が2枚切れですが1枚か。山には杉浦も1枚持っている。チーマンは打てないでしょうからね。ただ逆にパーワンは3枚ありますね。あら、あ、じゃあ2枚か。2枚 ?9 番引けさえすれば、なんか詰まった。ペー、むしろ想図は結構薄いですね。ウーソーもないし、はい、ローソーも2枚持たれてて、パーマンがあと1枚になった。次のテンパイは取るんじゃないですかね、カズノスさん。これですね。あ、これは取って、さすがにでもどっちだろう、リーチもあってもおかしくない。リーチだ。あー、そうですね、もうこの辺が本当バランスですね。はい、順目と相手の距離感と、チーマンとイーピンのシャンポン待ちでリーチ。テンパイ、
甘露草。甘露草の天敗は藤崎。いいピンキャッチはただ杉浦ですからね、はい、ここは簡単には出ません。そして近藤もくっつきのイーシャンテンドラにくっつけば勝負か。決まってきましたね。老僧は1枚ですか。老僧1枚シャンポンはチーマンが1枚ある。うーん、押すかどうか。さあ差し子の方で一旦回る。3ピン取ってないですよね。3ピン取ってないですね。ワンチャンス、うん、違うな。どうせ取ってないなら高くしようみたいな感じですかね。さあミスマも取っていない。ああここでやめです。やめて構います。藤崎さんまで来ちゃったらってことですかね。ピンも通ってないですよ、うん、だけど天牌外してるんで、はい、やっぱり今日の藤崎さんは人は違うと。うん、怖いですよ。怖い怖い。急走か。これも通ってないですね、うん。手が伸びてきましたね。ただ、はい、リャンピンが振れてん。ロウソウ。これはチーできるか。お、本当だ。しないしないしない。まあ一回やめるって決めたからですかね。泣きませんね。もうなんだこれ。でも復活。両方通りそう。カンパーソーに受けます。老僧が3枚見えたんですね。ひょっこり。1枚ありますね。ひょっこり1枚。ロマ今取っている。ここは3万の元入れ替え。3万も自分で通してますね。あと1回ずつ。さあパーソンもチーマンもあるんじゃないですか。1枚ずつある。ローピンでスーピンの方と。はい、現物の方。これ最後パーソン掴むと危ないかもしれないぞ。今度大丈夫。です。勝又藤崎の2人転敗。さあ勝又連チャンでストーン3局。日本まで京卓が1本、ドラはチーピン。ドラメンツがあるぞ。これは悪くない配置だ。右が見えないが、なんだこれは。自敗がいっぱいありそう。こちらは藤崎です。杉浦も悪くはない。ドラドラですね、今度は。またドラドラチートみたいな感じですね。3と1。ハンコが1つ。
か縦横難しい手配になってきた。さあ藤崎は順調です。とらわりませんが谷岡、うん、勝俣もいいところ引いた。さあトンが重なりました。藤崎そういいシャンテンですが、何を切っていいシャンテンに構える。うーん、シンプルに三蔵打つか、はい、E1 打つか、三品打つかの三択ですかね。三品はね、打たなそうですけどね。お、三品になりましたよ。ピン図が高いから。そうですか、うん、ローピンか、スーピンか。これはノベタンがあるので、はいはい、ドラトのノベタンがあるので残して。いや今度もいいシャンテンまで来ました。ちそでタンヤを見るか、手広さ見るか。ここはタンヤを見ました。うん、トンを離すか、ピンツも切っといてチートイツの可能性残すか、はい、おーっとチートイツ決め、まあ、トイツ系の手配、コーツ系の手配決めた。さあブロック9ピン振りてんだが、ここは残していく。来たぞ、換算層の闇点が来ました。では勝俣と杉浦危ないぞ。そうですね、チート打つに決めました、はい、山には残り1枚か。ローワンで広くなって、いや難しいか。地先もいいシャンテン、賛否。このテンパイはどっちに受けるか。いやどっちだこれ。どっちにしてもリーチになりそうな気もしますけど。そうですね、リーチはなりそうですけど、どっちだろうこれ。ウッパーマンでいった、うん、ウッパーマン3枚ですかね。ウッパーマン3枚、2345、はい。さあ今度は天敗ですからね、現物待ち。三蔵止まんない。三蔵、ここは近藤の上がりです。タンヤをドラドラ、5200は5800。あそこに3層がいるということはね、勝俣がちょっとどういう選択でも難しかったかもしれない。そうですね、さあ今度このハンチャンはいいですよ。39400点持って親番トン4局です。だから39000でもういいやっていう状況じゃないですもんね。そうなんですよ、この親番も全力ですね。ただドラドラ、現状ドラドラ、ドラさん、さあドラさん来ましたね。ウーソーが3枚、んパーソーも統一で、ソーズが若干多いけど、イーソーから白髪チュンと1枚ずつあります。販売化されるか、タンヤオか。で先はトンペイが統一、次は大いつまで関数ピンが入ります。勝俣が悪くないぞ、リャンピンから
単要ですね。そうですね、今度の手配は。もういつまで見とくか。急走です。さあもう単葉で目いっぱいに構えていく近藤。すまない。杉浦伯が重なります。一気に本一に行きそうですね、うん、パーマンから、ね、行きそうだけど 白2枚目先に泣きた時に、はい、本一にまではしないかもしれないですね。いいシャンテンですもんね、ポンできれば。残していく。そう、つもりです。さあ、が、はい、一旦残っている藤崎の手配、うん。ロマンのポンから入りました近藤。近藤さん、この仕掛け怖くないですか？近藤さんですか？はい、近藤さん、いやただ親なんでね、なんでも、ただ数層が早い。そうなんですよ、1級自敗処理し終わったと思ったらいきなりドラ表じゃないの、数層なんか、まあ2枚はありそうな感じですよね。でもローワンポンから入ってるから、はい、でローワンパーワンが出たか、そうか、455、そうですね、2枚はありそうですね。ありそうですよね、2枚以上はありそうと。怖いぞ。勝又が両面両面のイーシャンテン。イーシャンテンだけど勝又さん天敗だからといっておいそれとリーチは打てないですね。近藤さんの神茶ですもんね。そうなんです。小さは一旦絞る。うん？リアンシャンテンですね。数アンコウ。本当ですね。アンコウが二つです。三層か？三層ですね。三層はね、数層のワン。チャンス、小さな方から打っていく、うん、ドラグソなんでヨーロッパはなさそうですね、はい、ってことですね。リバーパーソー打てば広いが打たな い近藤さん全部山にありますね。リャンワンもあるしウッパーソーもあるし3品もあら全部あるポンテン。さあただこのポンテンはいい裾は強いか、現物待ち、親の現物待ち。1が強すぎますよね。はい、勝又さらに手広くなる。4はともかく1が強すぎる。うわっさりだー。1が止まらない。4はともかく1は止まるわけない。はい、杉浦流れです。白千点。いやもうこれだけでも上がれたらって近藤さんの手でしたけどね。勝負でも実りません、近藤。さあ難入となります。難一局藤崎の親番です。ドラはペイ。悪くないですね、藤崎のハイパイ。むしろいいですね、うん、杉浦さんもいい、あ、いいシャンテン、いいシャンテン、勝間さんもなんといつ、はい、感動そう入りました。今度はペイ、あんこドラじゃないですか。ペイ茶ですよ、ペーチャでドラのペーガンコだけどみんな早い、こういう時に限って
や早すぎる。しかも打点もね見えなくはない。単4にペコがつけばリーチに来そうだ。いやリーチ行かないでしょ。ああ行かないか、うん、そうか。そうですね、杉浦はもう本当に流すだけで OK。 でも近藤さんウーワン切りましたよ。本当だ、チャンタですね。チャンタですね。本一そうですね、ハネマンクラスにしたいってことですね。最低でも手なりではいかない近藤。ドラガンコなのに。さあ藤崎もいいシャンテン。勝又三色ありますね。ちゃんと三色まである。さあいいピン、ツーピンで取らずか。いやここは取って闇点です。藤崎の町はカンチーマン。カンチーマンか。誰も持ってない。ちゃんと諦めていく。勝又もいいシャンテン。うんと数番の方変えない、カンチーマン続行。変えそうですけどね、変えなかったですね、うん。手代わり仕事でしたもんね。そうですね、はい。これからいいリーチとか考えてます、うん、そうですね。あーっとじゃあリーチではない、リーチではない、ここでいかない、うん、来ましたよ。ウッパーピンの闇点。いろんな選択肢がありましたが、ここはウッパーピンの闇点の選択です。杉浦気がつけば近藤さんが一番遅い。あーパーピンだ、うまく取られた。あーリーチに行くがその宣言牌を捉えます。杉浦パン屋追いペーコーで2600。いやいい待ち取りしましたね杉浦も。近藤さんが切ないっす。近藤はドランコだったのに気がつけば一番遅かったです、はい。杉浦さんはね狙いもう狙い通りの手順で狙い通りの上がりで、はい。杉浦さんは現沈んだとしても原点からそう大きく離れなければっていうところがあるんでね、でもあと一上がりで原点となります、はい。だから終わるまでにもう一回上がって、はい、受ければっていうところじゃないですかね。だからここも野蛮だからといって特に無理することはないと思います、はい。さあトラバスピン、藤崎の手配数ピンが1枚。杉浦は2面つあります。勝又近藤ともにそこまで悪いわけではない。そうですね、勝又に関してはこちらのリアンシャンテン。おお嘘ですか。なんか勝又さんらしい選択ですよね。嘘ってなかなかね、はい、選ぶ人少なそうですけど、なんかチュン切ったりペンチーピン切ったり、はい、なんかいろんな選択がある手配でしたよね。うわ白あんこだ。さあこれでいいシャンテン。選びづらいですもんね。そうですよね。フロスさんベンチピン、僕ペンちゃん外しそうな気がします。我々はそうですもんね、はい。近藤さんもペンちゃんですか。ペンチピン外し族なんで。さあ外し族に対して阿久津選手はどうでしょうか。僕も外し族。外し族仲間入りですね、はい。ただ多分勝又さんとしては、はい、ピンズの上ちょっといいかもっていう。あーそうですね、確かに良さそうに見えてくる。うんそうですね、うん。藤崎さんと杉
杉浦さんのね捨て牌から。チーピンがチーですかこれ切られたら。出たらチーしそう。まだ出ない白から。というか近藤さん天牌入ってます。近藤がチーといつ。積もって曲がらないまでありそうですけどね、なんか。ありますよね。ね、メンホンチートにね、はい、したいですもんね。はい。その場合は。ローソが垂れるが、上がります、近藤。うん、親番がまだあるんでね。はい。打ったのは杉浦からの補充ですね、はい、1600の上がりで難3局となる。積もったらどうしたか見たかったですね。積もったらね、多分ね、上がらなかったんじゃないですか。それを期待したい。今度はそういうところを、非常にね、期待されている選手ですから。古橋さんは積もったら振り天リーチですもんね。僕はいや振り天リーチチートイツの振り天リーチはちょかなり今侮辱されている気がしますけれどもね。ね、本一チートイに。そうですね。ね、こうドラドラですね。ああ、しかもいいんじゃないですか、両面ターツの奥にある。かなりいいですね。近藤さんも並びはいいですね。2面ツありますよ。うん、あれ。ああ、いいですね。あ、ヤクヤクトイツ。杉浦さんにヤクヤクは結構嬉しいんじゃないですか。杉浦今2万8000点ですもんね。上がりに行っても。はい。守備力は確保できるので、うん、今リューハ1枚目泣かなかったですけど1枚目はする3と1どうしましょう。でもこれで動きやすくなりましたね。はい。ああ勝俣さん広がった。勝俣からすぐにリーチが来そうだぞ。そんな中初のポンから入りました杉浦。うん、本一までは必要ない。外します。ただ杉浦さんの想定よりも勝俣さんの手が速くて高い、はい、これ勝俣さん点数状況的にやっぱギリギリまで仕掛けないですか。まあ、ドラーポーンしそうですけど。ドラーポーンはしそう。5800上がれるとほぼ原点、うん、291までいくんで大きいは大きい、はい、これはいきますか。親満球狙ってね、失敗する方が怖い状況じゃないですかね。リャンウッソー以外はなんか、いやそうですね、リャンウッソーはなかなかさすがになかなそうですけど、関老湾チーやチーワンポンはすると思いますけどね。チーマンが出ない。転廃しない。おっと、いいシャンテンはここはいい間を切ってのいいシャンテンってことはやっぱり動きそうですね。うん、うん、仕掛けれる形を最大限に受けた、はい、勝俣です。10番出たポン、はい、泣きましたね。どっちを切るか。ウーワンの方、今を切って勝俣天敗です。ヤンウソー白、この白杉浦も白がポンできていいシャンテン、うん、詰まった勝俣。これは嬉しい上がりとなる。タンヤオドラドラ2000オール、はい、この上がりで2着に浮上して原点までもうあと1上がり。ということは、はい、杉浦さんと藤崎さんが沈みに回ったってことですか。そうです。現状今度の一人行きということはこれはもう勝俣さんにとっては願ってもない、うん、そうですね、形に並びになってきましたね。勝俣トンバでね結構苦しかったんですけどね。そうですね、うん、気づけば原点の勝俣。今日結構勝俣さんそういう展開多いですね。5、6、7、8、9種9種あります。宣言をあないか8種か9ピンが重なってますか。1、2、3、4、5、6、7そうですね8種9派でしたね。
ということは一番苦しい敗敗ですね、はい、リファ重ねたなりますが、まだまだ時間はかかりそう。藤崎は両面ターツが豊富にあります。統一だ、三統一ですね。ここはソースのカンちゃんと後渡していく。そぎりピンフ系にしていきそうですね、藤崎ですね、はい、藤崎さん、はい、ゴツゴツしてきました。勝又また引いて、うん、ピンフの連射、はい、トントンっていく形ですかね。状況によっては先9万かもしれないですけどね、はい、うん、トントンと、はい、トントンと、うん、トントンとバーソーと6球ピンのいいシャンテンです。藤崎、おいいシャンテン、つまたもトンテンが取れる形。今キューピン2枚目切られたんで、はい、スチーズもチーテン通るかもしれないですね、勝松さん。この手ですね、うん、マンズ伸びたらキューピンキューピンもあるかもしれないですかね。フリテン含みでありますが、タイヤ追えイシャンテンからイシャンテン、藤崎、うん、6球ピンが5枚切れでした、ね、縦でなんとかパーピンかチーピンを。もう一度9枚ルーハーが1枚山か、うん、近藤からはいやもうしばらく出ないっすね、はい、リーチじゃないですか。キューピン2枚切れだけど、はい、リーチいく1枚あるんですよね。ありますね、はい、結構押さえつけが強いリーチですね。さあ藤崎のテンパイ、いやでもそうですね、これがリーチの効果ですね、はい、急走すら打たない、はい、ワンチャンス、うん、白もスルー、いやどうしますかね、これチーピン、ローピン、そうですね、ローピンがノーチャンス、うん、杉浦さんの手順を見ても、うん、見ただけでも勝又さんのリーチ自体は成功って感じですね、うん、ここに来た、これでやめになりそうですね。さあ、あとは藤崎さん、あ、まだ、あれ、あれ、あ、でもこれ粘ると危ない、粘ると危ないですね。
これ天敗打敗で初になるかもしれないですよ。先もまだいいシャンテンはキープしている。ただサブローピンなくてリャンソも勝又さん勘なので、はい、うんうんうん、泣ける範囲がなさそう、はい、自分でリャンソを持ってきた時だけ、うん、その時はどうか。天敗パーピンはノーチャンス。さあ役割天敗です。パソー現物ですね。パソーが4枚切れだけど手牌に1枚しかない。いやってことは3枚パーソー1枚、ウソー2枚。ランンソー、うわこうなっちゃうの。これ危ない。いやこれ危ない。だけどションパイニャンピンが現物。いや耐えた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 。今度さあ藤崎も天牌取り切れたぞ。さあ決着はつかず。背景が藤崎さんですか。いるぞ。なんだ、なんか嫌な間な。チューンションパイ、ションパイきつい。藤崎背景がきつい。今日は背景でも上がってたけど法廷でも最後にションパイを掴んでしまって流局。まああの初がチュンでもおかしくないわけですからね。そういうことですね。でもあれ、そっか藤崎さんの得点状況だと打たないか。1500は大きいですけどね。1500は大きいですけど、配定なんでね、万が一当たって7700からみたいな感じなんで、はい、打たないですねやっぱり。さあ南三局日本馬京卓が一本ドラはイーマンとなっております。ドラを引いてきたのは勝又。どうでしょう皆さん、似たり寄ったりぐらいの、うん、そうですね、ハイパイです。杉浦さんが多少いいですかね。手先も白を重ねて引き締まってきました。うん、ドラ切っちゃうか。まだ切らない。さあ換算層が入って一歩前進です。今度今引いた。いろんな手役がありますね。いやいいですね楽しみな出牌。本一一気通貫ちゃんた三色。この手ですね。はい、こちらです。うん、これは一気通貫のいいシャンテンだ。まだ本一までいくかもしれないですね。かもしれない。こんな藤崎は嫌だ、はい、数万チー数万チーは嫌ですね、はい、いや別にあの戦い方としてね間違ってるとかじゃなくて、見たことがないって意味ですけどね、はい、見たことなさすぎますね数万チーだけはこれまだねあの間違い両面とかだらね、まだしも、はい、完両ピン展開ハクはポンしますか。伸ばす気があればね泣くんでしょうけど、どうでしょうかね。3万か。ここでピンズを考えてますか。あ、行かない、そこまでしない。2万がない。そうですね、3枚見え。ドラの2万が早くも打たれております。杉浦さん転敗してますか。杉浦が、あ、ピンフの転敗ですね。スチーピンで転敗しますね。あ、本当ですね、失礼しました。手代わり3色、しかも6枚ありますね。あら、十分すぎますね。この白どうするか。動いた白、ってことはピンズ打ちますか、ピンズの勝っちゃうっていいじゃんって。こ
ここでチュン切ったらそれこそこんな藤崎さんは嫌だシリーズですよね。はい、シャンテン数が変わらない。ローピン切り、これで残しますね。残していいピン、スチーピン、まだ減ってない。うん、これ何もありますよね。藤崎さんは止まらない、近藤さんはでもチーピンは止まらないか。うん、やっと、ここは杉浦のつま上がりです。つもピンフ400、700、はい、600、900でオーラスですね。はい、はい、もう近藤さんは多分今日のワールドカップが終わるまで連チャンしたいと思います。もう無限の連チャンが、はい、無限ではないけどかなりの連チャンが必要です。近藤必要というかもう、ただ周りも、うん、終わらせたいんですね結構。はい、杉原さん藤崎さん終わらせたいし、はい、勝俣さんも大きくねトップまで狙いたいところではあるんですけど、うん、今304なんで、はい、沈むぐらいなら終わらせたいっていうところだと思いますからね。さあ3回戦オーラストラは90,000、勝俣さんのハイパイ次第、次ですね。これは近藤です。いいいい、早い、そんなに高くないんで、そうですね、もうじゃあ終わらせちゃいましょうという、ただ6000点差なんで1000、2000で同点、1、3、2、6でトップなんで、はい、タンヤオがついてくるとトップを狙うかもしれないですね。ただ近藤も負けてないですよ。そうですね、近藤さん、はい、近藤さんとしたら勝松さんがね土俵に上がって時間 かけてくれる方が嬉しいわけです。ああ、でもペイが重なった。これはポンしてテンパイ、まあ、取るかどうか、まあ、ペンチーピンなんで、はい、ポンテンペンチーピンなんて、とあ、ただペイがもちもちです。ああ本当だ、うん、いろいろありますね勝俣さん、まあ、チートイツになればそれはそれで、16残忍が見えるんで、うん、これ勝俣さんチーピン引きどうしますか。ね、難しいですね。阿久津さんはチーピンを引いたらどうするんですか。どうするんですかね。この手牌はやっぱリーチは打ちたくないですよね。リーチは打たないと思いますね。じゃあやっぱシャンポンになるのかな。それが一番なんか無難というか。はい。近藤さんチュン投げてドラドラいいシャンテン。さあドラの9万が重なっています近藤。でもペイがもちもち9万が。一巡前に勝俣さん切ってる。そうですよね、山にない。あー、戸付けでいった。これペイの統一落としになることは相当ないですからね。ないですね。お互いに、まあ、共倒れと言いますか、はい、感じにはなりそうですね。ペイがない、9万がないから今度も上がりがほとんどない。いや、藤崎さんの気は分かんないですね。ピンフンな、ピンフンのテンパイ入ったら出ますね。これ1枚切れてるし、確かに。うわ、これとりあえず白か。テンパイが早ければ早いほど藤崎さん打ちますもんね。そうですね。スーピンが4枚切られたということは本当に近藤厳しくないか。9万が出ればいいんだけど、そうですね、マンズが伸びて本一以降はまだありますかね。ありそうですね。チーマンやリャンマン引きはそうなりそう。あー、いいピン引いて転敗だ。でもこれは藤崎さんがどうかですよね。この曲の焦点は、いや、なんか打っちゃっ
ってもおかしくない気はするんだけど、藤崎さんローワン打つんだような気もするけどな、どうだろうな。ウーマン引いちゃったもんね、止めようがないんですけど、7万引けばもう文句なしだ。あれやめを考えてる、3万でやめ、最終手出しがローマンでした。そうですね、3万ですらやめるってことは9割だから多分、ね、あの総裁行った時ね、多分ローマンの方だったんじゃないですかね。パーワンがね、そんなに悪く見えないんで、もちろんやめてんで、カンパーワンっていうのも、でもここは取り外して回っていく。勝松さんもどこまで押せるかですね、うん、まあ、はい、困っている杉浦、残り4巡用ですね。ローピンか、積もってしまいました。単野王にも渡れませんから、渡れないので、はい、むしろ良かったかもしれないですね、はい、ペイがね、はい、渡れるなんていうこともなきにしもあらず、それで1枚切っておいて、リャンマンが打てそうですか、まあ、打てれば多分テンパイ取って上がりに行くような気がします、はい、形式テンパイすら欲しい。2万チーすると急ソローワン、どっちも切れる、急ソローマンか、はい、泣きません、豪華です。これはお、テンパイ取らない、1点取らないですね、1点取れませんね、杉浦も、うん、ニャンマンすらか、ニャンマンは隙がない。ていく、これで実先も、いやもうつまらないか、あと1回、1回か、あ、あと1回なら一旦何を打って、ここテンパイ取れるかもしれない。3番も通りましたもんね、はい、3番通りました。3も6も切れる、また6、相手だったら上がれたのに、では転廃しない。流局です。今度勝又の2人転廃、浮いている2人が2人で転廃です。さあ、オーラスレンチャン、今度一本場、ドラワリアンソーです。まだ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 得点が欲しい。今度どうだ、ドシャーが統一、三統一か、ちょっと時間かかりそうですね、いつも次第なところはあります。ペーあーファンパイがない、並びはいい、チュンが重なった、うん、これも強い、勝又さんチュン仕掛けますかね。勝又の手配、チュンが統一です。形もいいぞ、仕掛けそうですけどね、仕掛けますか、うん、うん、これで一応メンツテでイーシャンテンの方何を切っても、いっぱいこの段階で勝村さん打点見えてないので、うん、トップまくりいくというよりは浮きキープで
仕掛けるような気がしますけど、一旦仕掛けて急走かパーソーですか、はい、ストレートにスチーピン切る手もありそうですよね。そうですね、3走は急走と、これでドラ1枚引いたり、チュンアンコになったらまたちょっと話が変わってくるかなと。ピン引いて、いや4面3面ちゃん、このパーソー近藤がポンだ、タンヤオですね、シャーシャーと落としてイーシャンテン、スーソーが流れていく、さあ勝又入らない、近藤入った、テンパイ、チーソーがジャストミートだ、これはいいタイミングで打たれます。近藤の上がりはタンヤオ1500は1800、藤崎さんにとっては1500だけど、はい、うん、ちょっと痛い、痛いですね、痛いですね、うん、1500は大きい局面です。さあオラス近藤の連チャンです。日本馬でドラはいいそう、白髪順が1枚ずつ、ドラもなし、藤崎はごめんなさい、一面つか、これ勝松さんが、はい、まあ、このまま終わったとすると、A、この回だけで18ポイントぐらいなんで28なんで、うん、最終戦次第で勝松さんと藤崎さん全然逆転もありますか、ありえる差になってきましたね。勝又はこのままの並びで終わらせたい。10、10、18、28ポイントぐらいなんで、はい、今日始まる前の差が40弱なんで10ポイントぐらいになりますね。うん、ということはオーラス、あ、オーラスじゃない、最終戦浮き沈みとかで、で、はい、そうですね、変わりますね。そうすると、まああの、うん、もう説明もう一択あるんで、はい、確定ではないんですけど、逆に言うと藤崎さん、まあ、勝又さん今日終わった段階で下の方は、はい、A 択が結構濃厚になってきますね。あ、そうですね。で、古川さん次第で2人ともの可能性はありますけど、 A 択の可能性もある。切らずか、いいシャンテン、なんかもちもちになる、こういうのがもちもちになると親の近藤にも、そうですね、チャンスが来そうです。もうドラか、もうドラなのか、いやでも打点が欲しい藤崎、うん、そうなんですよね、難関になってしまえば勝又を逆転できる可能性がある、はい、3走、3面ちゃんはピンクの天敗、ドラ合わせて、次らね、ドラ合わせたいところ、合わせない、これはどこからどう上がっても着順浮き沈みが変わらないけど、ドラを切っていく杉浦、さあ勝又天敗、完了ピン、とこれはまだ大丈夫、リャンパーソーですからね、はい、しかもこのパーソーが最後欲しいリャンピン、あ、ここだ、ここはパーソーが杉浦から打たれました。藤崎の上がりはピンフ、1000は1600の上がりで3回戦が終了となります。着順は変わってないですね、はい、はい、3回戦はトップから近藤、
して勝俣、杉浦、藤崎という並びです。以上並びで3回戦終了しております。引き続き4回戦です。